吉田さん先入観を持つなって言われることってありますよねでも結局先入観で見てるんですよセミナー第10回ってやるとあ結構人気なんだなって思うじゃないですかでもお客さんが10回ともゼロってこともありえるわけですよねまあ私たちはそういう視点で見るんで引っかからないわけなんですけどもでもねやっぱりこうよざ翼さんの最近の動画でもあるんですけども頭のいい人や上級者でも詐欺に引っかかることがあるということなんで詐欺ってのはね えー、頭のいい人とか用心深い人にはそれなりのテンプレートがあってそうじゃない人にはそういうテンプレートがあってってことなんで、うん、やっぱりね詐欺はなくならないですねなくならないんで、まあ、ある意味手を出さないっていうのが儲ける方法かもしれないですねうま <laughs> い話に乗らないみたいなねだから厳しい話に乗っていきましょうというと厳しくてもからないような詐欺もあるかもしれないですねいってらっしゃい